皆さんこんにちは、理学療法士の宮島優です。今回は股関節を曲げた時に股関節の前が痛い、詰まる感じがするっていうふうにおっしゃる方に対する評価治療ルーティーンを紹介したいと思います。まずはじめに僕の簡単なプロフィールですが、これまで整形科クリニック、総合病院整形科クリニックと勤務してきました。13年目の理学療法士です。これまで学会発表させていただいたり、論文を書かせていただいたり、セミナーの講師をさせていただいたり、分かりやすく伝えるっていうのをコンセプトに Twitter で情報発信をしております。今回は股関節を曲げた時に前が痛いとか前が詰まる感じがするっていう風におっしゃる方の評価治療法を、紹介したいと思います。いわゆる変形性股関節症の患者さんとか、あとはたまにですね、やっぱり大腿骨頸部骨折とかで、股関節のとこに何かしらトラブルが生じた方の股関節、こうやってグイって、曲げてみた時に先生前が痛いですみたいな風に、おっしゃる患者さんって結構多いと思います。これですね、専門的な用語で言うと FAIって言われる病態が考えられます。これは大腿骨と臼蓋のところでインピンジメントが生じてしまって、前方の関節芯を損傷してしまい、痛みが出るっていうような病態になります。なので、まずはこれを疑っていただきたいんですけど、ただですね、 FAI かもっていう風になっても、その後の評価じゃあどうすればいいのかとか、治療どうすればいいのかっていうのもなかなかわからないと思いますし、実は FAI じゃないけど前方が詰まるっていうようなケースもあるんですね。なので今回は股関節を曲げた時に前が痛いという風になったら、実際にどういう評価をしていけばいいのかっていうのを、もう実技を交えながらですね、順番に紹介していきます。この動画最後まで見ていただけますと、股関節の前が痛いという風に、おっしゃった方ですね、自信持って対応できるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。股関節曲げた時に前が痛いっていう風におっしゃる方の、評価の手順を紹介していきたいと思います。まずは前方インピンジメントテストをやります。これはですね、股関節を屈曲して内転して内旋ですね、こっち方向にこうやってグイっていう風に曲げて痛みが出るかっていうのを見る検査になります。これで痛いっていう風におっしゃった場合は、前方関節芯のところに痛みが生じてるんじゃないかっていうことが考えられます。ただですね、やっぱりこの関節芯が問題なくてもこれ痛いっていう風におっしゃる方いるんですよね。なのでこのインピンジメントテストやった、で痛みが出た、これはもう FAI だ、の前方関節芯損傷だっていう風に考えるのは、まだちょっと早いです。なのでどうすればいいかっていうと、逆に股関節を外転外旋方向にして、こっち方向ですねに風にして曲げて、痛みが出ないかっていうのを確認してください。こっちでも痛くてこっちでも痛いっていう人いらっしゃるんですよ。でこっちでも痛くてこっちでも痛いっていうケースは、この外転外旋位っていうのは大腿骨と臼蓋がインピンジメントしない曲げ方になるんですね。なのでインピンジメントしない曲げ方で曲げても痛いっていうことは、あれもしかしたら関節芯損傷による痛みじゃないかもな、 FA じゃないかもなっていうふうに考えられますので、前方インピンジメントテストが陽性だった場合、外転外旋位の方に曲げて痛みがなくなるかっていうのを見てください。もし外転外旋方向に曲げたら痛くないよっていう場合だったら、じゃあやっぱりインピンジメントかなっていうふうに、考えることができますので、まず前方インピンジメントテストをやって痛いか痛くないかを見てもらって、その後外転外旋にしてもう一回曲げて痛みが消えるかっていうのを一緒に確認、してください。強化の2つ目ですね、パトリックテストっていうのをやります。パトリックテストは患者さんの股関節を屈曲して外旋して、こっちの足を反対側の膝に乗せてガバーッとこうやって開くような検査になっております。これをやった時に、股関節の前の方に痛みが出たら前方関節芯損傷が疑われるっていうような、テストになってます。このテストも一緒にやった方がいいんですね。これなんでかっていうと、このパトリックテストってどういう負荷をかけてるかっていうと、こうやって外転外旋にしていくと、ここの大腿骨頭がこう前方にこう浮き上がってくるんですね。大腿骨頭が前方に浮き上がってきて、骨頭がこう上に浮き上がるのをこう関節芯がこう止めるんで、関節芯にこう負荷がかかるっていうテストになってるんですね。なので骨頭が前に動きやすいのかみたいなのを見るのにすごくいい検査だったりするんですね。なのでこのパトリックテストもこうちょっと一緒にやっていただきたくて、
パトリックテストが結構痛いみたいな風になって、プラス大腿骨頭のところを触って上から下にこうやって押します。ポットが前に行かないようになんていう風に手で支えながら、もう一回ですね、ぐーっとこうやって開いてって、パトリックテストをもう一回やった時に、これなら痛くないですみたいな風に患者さんがおっしゃった場合ですね、その場合は大腿骨頭の前方不安定性って言って、大腿骨頭がこう前の方に浮き上がってきてしまうから痛いっていう風に評価できるんですね。これを股関節の不安定性の評価っていう風にも言えると思うんですけど、これも一緒にやってください。不安定が結構強い場合だったら、ストレッチとかっていうよりは腸腰筋とかを鍛えて前方の安定性を高めるっていうような治療が大事になってくるんで、不安定性の治療としてパトリックテストっていうのも一緒にやってみてください。じゃあですね、 FAI だろうと思った時ですね、この内転内旋したら痛くて、こっちだと痛くないっていう風になった場合ですね、何を評価するかっていうと、股関節の外旋、可動域を見てください。股関節屈曲90度にしてもらって、股関節を外旋すると、でこの可動域の差を左右で比較してください。左右で比較すると、左に比べたら右の方がやっぱ硬いですねっていうのが分かって、内股にすると痛くて、こっちにすると楽なんですけど、ガニ股にする角度が硬くなってるから多分痛いと思いますみたいなこととかを患者さんに伝えると、そういうことも大事になってくるので、外旋の可動域はしっかり5ミリメーターを当ててですね、計測するようにしてください。外旋の可動域が硬かった場合ですね、硬かった場合はここの中殿筋の前部繊維、あとは小殿筋ですね、この辺りの制限になっていることが多いので、この辺りとかを触診して硬くなってるかな、圧痛があるかなっていうのを見てもらって、硬いようだったらほぐしながらしっかり外旋の可動域を出していくということが、結構 FAI の治療でまず一番大事になってくるところかなと思うので、まずこれやっていただければなと思います。であともう一つですね、 FAI かなっていうふうに思った時は、体幹の回旋可動域と筋力を見てください。これですね、なんで体幹の回旋可動域と FAI が関係するかっていうと、骨盤のアライメントの変化によって股関節が内旋になっちゃうんですね。どういうことかっていうと、骨盤が後ろの方に引けてしまってる場合ですね、これをちょっと大げさにやってもらってますけど、反対側の方がこう前に来てて、こっちが後ろになっているっていうような、もし状態だったとします。その状態で足をまっすぐ曲げるとですね、これって股関節内旋での屈曲になるんですね。まっすぐ曲げてるはずだけど、骨盤が最初の中間位と比べて後ろにこう引けてるっていう風になると、これはもう股関節内旋になっちゃうんですね。なのでまっすぐ曲げてくださいって言っただけで、これも前方インピンジメントが起きちゃうので、この骨盤のこの回旋アライメントっていうのは FAI にものすごくこう関わるんですね。なので例えば両膝をこうやって曲げてもらって、骨盤をこっちにこうやってグーって持っていく可動域と、こっちに持っていく可動域なんかを比べてもらって、こっちにやった時に例えばこっちの肩がすごく浮いてきちゃうなとか、そういうことがあったら、体幹のこういう回旋ですね、骨盤はこっちに行って上半身の方はこっちに行くっていう回旋の可動域が硬くなってることが考えられますので、これもしっかり確認して必要に応じてストレッチするってことが大事になります。同様に回旋の筋力ですね、主に外腹斜筋と内腹斜筋による筋力が弱くなることでも、この回旋のアライメント変異っていうのが起きやすくなりますので、こちらの右手の方でじゃあ左膝の方を触ってくるようにグーッと起きてくださいみたいな筋力と、じゃあ反対やってみてくださいみたいなのを比べて、どっちの筋力が力が入りにくいかみたいなこととかも強化して治療するっていうことも、ものすごく大事になります。最後ですね、 FAI じゃないけど前が詰まるっていう人ですね、どういうことが考えられるかっていうと、まず筋肉のどこが圧痛所見があるかを確認してください。かなり多いのが大腿直筋になります。大腿直筋腱のところが痛いっていう人すごく多いので、大腿直筋腱を触ってください。大腿直筋の触診はまあなんかちょっとなかなか説明も難しいんですけど、 ASIS 触って横に指ずらして、下に指ずらしていくと下前腸骨棘っていうのがあります。その下前腸骨棘から大腿直筋腱起死しますので、 ASIS 触って内側に指ずらして、下に指ずらして、この辺りっていう感じで触ってもらって、ここ痛みますかって言ったら、あ、痛いですみたいな風に言ったら、大腿直筋腱による痛みの可能性が高いです。結構この前方詰まり感の原因として、この大腿直筋腱の痛みってものすごく多いので、ここの、触診で判断してください。でここが痛いなっていう風に思ったら、大腿直筋のストレッチを、やってもらって、それで痛みが変わるかっていうのを見てください。ちょっと簡単にまとめますと、まず FAI かどうかっていうのを見てください。で FAI だった場合は
外旋の可動域と体幹の回旋の可動域、筋力っていうのを確認して治療してください。もし FI じゃなさそうだった場合は大腿直筋腱ですね、そこを触ってもらって圧所見があるかを見てストレッチをして痛みが変わるかっていうのをやってもらえると、まあ、大体のですね前方痛よくできるようになるかなと思いますので、ぜひ臨床でやってみてください。今回は股関節を曲げた時に前が痛いっていう人に対する評価治療ルーティンを紹介させていただきました。何かわからないこととか質問等ありましたらコメント欄の方までよろしくお願いします。この動画がいいなと思ってくださった方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。 Twitter もやってますのでぜひフォローしていただけますと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今うちの会社でメインでやってる授業が整体とピラティススタジオっていうのがあるんですけど、こちらでスタッフを募集しています。特にピラティススタジオの方はこれから100店舗を目指していくんですけど、まだ今店舗が少ない状態なので、今から入った方でもどんどんマネージャーとか管理職の方を目指すことができます。海外でも事業展開をしていく構想があるので、英語が喋れて整体とかピラティスやってもいいよっていう方は優遇しますんで、ぜひ来てください。具体的には、概要欄に整体のリンクとピラティススタジオのリンクを貼っておくので、そちらに登録して詳細を確認していただければと思います。海外希望の方はどちらかの LINE で海外希望を伝えてもらえれば検討させていただきます。まずはお気軽に登録してご連絡いただければと思います。